で、ちょっとレンダリングの話出ましたので、ちょっとこれ改良ポイントとかもいくつか、ちょっとレンダリングの話もしていきたいなというふうに思います。ちょっとこのレンダラーのタブのところですね、処理というのをちょっと見てください。こちらです。あ、ごめんなさい、処理じゃないですね。よいしょ。あ、こっちで見た方が分かりやすいかな。基本設定、レンダリング。今まで、大きな解像度のものをレンダリングしようとした場合に、ただメモリーが少ないマシンとかですと、ビットマップページャーっていうのを設定して、ちょっと仮想メモリーをそっちに飛ばして処理をしなさいということをやってました。で、残念ながらちょっとメンタルレイの方の、ちょっと不具合というのもありまして、32bitOS でメモリーが少ない環境で、例えば 10K とか大きな解像度すると、こうちょっとレンダリングしきれなくてメモリーエラーを起こすとか、あるいはちょっとシビ的なものが現れてしまうというような不具合が実はあったんですけども、今回はその辺を完全に直しています。実はこのパスのところを見ていただくと分かると思うんですが、ユーザーパスのところですね。ごめんなさい、システムパスですね。失礼しました。システムパスのところにここにページファイルというのが新しく追加されています。で、これいわゆる仮想メモリーファイルです。で、これを設定することが今回できるようになりましたので、例えば 32bit の XP でメモリーが 1GB しか積んでないんだけど、仕事上どうしても 16K ぐらいの計算をさせなきゃいけないと。で、スキャンラインじゃダメなんでメンタルでやってくれって言われちゃったんだけど、どうしようかという場合は、このページファイルにかなり高速なハードディスクのドライブ、まあ、普通のドライブでもいいんですけども、なるべく高速なドライブの空き容量の大きいものを指定してあげて計算をかけることによって、仮想メモリーで計算しますから、若干計算時間はかかりますけれども、間違いなく計算ができます。そういった回路というのは今回実は行っています。なので、どうしてもちょっとそのメモリーの関係でメンタルで諦めてた方というのもいらっしゃるかもしれませんが、今回のバージョンからはそんなことありませんので、どんどん巨大な作品を作っていただければなというふうに思います。